ゃあ今お並びいただいてる方、そうですね、はい、ありがとうございます。はい、もう加藤アデル会長からですね、なんと皆さんにポスターにサインしていただけるように用意していただきました。はい、見てろよと、待ってろよと、待ってろよと、はい、皆さんに合図を送っておりますが、はい、今回もまたね、すごいスペシャル特典がいっぱいでございます。はい、はい、あ、ゴーアンドファンもね、プレゼントしてもらえるということで、リオちゃんも参加してくる、待ってろよと、はい、待ってろよと、さて手を、おっと、ね、あのブラックペッパー総長、ね、静川様もご覧しております。さあ、いかがでしょうか。ゴーアンドファンで並んでる方、みんなプレゼントしますからね。はい、ゴーアンドファン、さあ皆さんね、まもなくスタートしますよ。ゆうちゃん頑張ってよ、よしっかり。さあ、それでは始まりました、サインでございます。さあ、どんどんお並びください。スビアイのブース、ただいまですね、最後尾まで並んでくださいよ。はい、最後尾の列をカード持ったスタッフがご案内しておりますので、はい、そちらからお並びいただくようにお願いいたします。すいません、大変ですね、長い列がちょっとできておりまして、皆様になるべく、多くのですね、お客様にお渡ししたいので、今回このサイン会、サインを受け取っていただきまして、ちょっとお写真の方はですね、こう並びながらちょっと撮っていただく、こうサインしていただく姿を撮っていただくような、ちょっと形に変更させていただきました。ただその代わりにですね、今回なんと特別に4名のサインがもらえるようになっております。4名のサインですよ。はい、まずですね、先頭塚本七海選手、はい、ドリフトドライバー、そしてモデルとしても活躍中の塚本七海選手、はい、そしてですね、2022年グッドウッドでも活躍いたしました日比野哲也選手、はい、そしてなんとセンターには特別ゲスト、リバティウォーク加藤航会長、はい、そして JCCA クラシックカーレースでも昨年2位を取って活躍中の石塚選手、この4名からなんとサインをもらいますと、そしてまたさらに追加、はい、お待たせいたしました、またですね、今回ちょっと